どうだろう。おや。どうだろう。見れているのでしょうか。見れているのでしょうか。なんかどうやったっけ。あ、見れました。あ、こんばんは。ちょっと一回と、お。音一回止めて、あ、こんばんは。ちょっと手こずりました。久しぶりのツイキャスでやり方わかんなくなっちゃって、すいません。見れてますか？あ、こうやんだね。こうだわ。どうでしょう。これどうやんだっけね。結構忘れちゃっているんだけど、今何人見てるとかってわかるんだよね、確か。どうやって見るんだったかね。今4人とかなのかな。あ、5人だ。あ、出るね。出てる出てる。オッケーオッケー。あ、声も聞こえてます。ありがとうございます。こんばんは。 こんばんみ。マッチさんじゃないですか。ご無沙汰してます。ちょっと久しぶりにツイキャスで配信してみようと思って、ここんとこインスタライブやったりとか YouTube ライブやったりとかしてたんですけど、ちょっと久しぶりにツイキャスに舞い戻ってこようかなと思って、調子良ければやっぱツイキャスでやってこうかなっていう気持ちで今舞い戻ってきたんですけど、大丈夫そうですかね。大丈夫そうかな。これで大丈夫だ。 あれ大丈夫だ。ありがとうございます。で、いろいろツイキャスのこの配信の設定とか見てたら、いろいろできるようになってるんですね。変わってるんですね、これね。っていうのを初めて知って、ここで、まあ、録画残しといたら、アーカイブ残しといたら、それを YouTube にアップロードできる仕組みになって、連携されて、仕組みになってたりとかしてて、ただ、まあ、このままだと、こう、みんなのコメントとか残らないかなと思ったので、ちょっとコメントを、せっかくなので、これ今パソコンから配信してるので 見れるようにしようかなと思って、これコメントも、あれなのかな？引っ張ってこれんのかな？そういうわけにも、にはいかないよね、きっとね。と思って、よくありがちなやつやってみようかなと。こういうの。コメント出るやつ。あ、そうそう、OBS でやってて、こういうやつっす。でも携帯、スマホとかで見てる人は読めないよね、きっとね。見えないよね、きっと。見えんのかな？もはや読めないよね、きっと。パソコンで見てると見れるんだけど、今携帯で自分でも画面確認しながら見てるんですが、もはや見えないっていう。ちっちゃいよね。ちっちゃいですよね。まあ、これがきっと YouTube にアップロードされた時には生きてきてくれるんじゃないかなと思って、一人で喋ってるっていう感じにならないで、ちゃんとコメントがついてきてるよっていうことになってくれたら嬉しいなという気持ちでここに載せてみてますので、多分ツイキャスのアプリで見てると、まあコメントはコメントで出てると思うんですけど、どっちも見てもいいですし、
画面タップする、あ、でも縦画面だったらあれか、別にコメントと画面被らないからいいのか。横画面で見てる人だとコメント2つ出てきちゃうみたいな感じになるから、そういう人はタップするとコメント、ツイキャス側のコメント消えるから、まあでもどうせ見えないか、スマホで見てる人は。あんまりここに今出てきてる GE が見れないですよね。まあちょっとテストっていうことで、まああっても邪魔じゃないかなと思うので、ここの位置だったら、まあある程度ある程度いて見といてもらえたらなと思います。これだから YouTube にアップロードしたらどうなるのかなっていうのが気になってあれなんだよね、そういえばツイキャスって30分で切れるんですよね、コインがないと。もうそういうのも思い出しながらやってる感じですけど、1年半ぐらいやってないのかな、ツイキャスは。まあ、30分で終わったら30分で終わったでっていう感じで、皆様次第ですけど僕の頑張りと皆様次第ですはい、早もう5個コイン5個いった、もうありがとうございますじゃあ1時間いけるってことですね早っ、1時間いけますね、ありがとうございますぶりだな、ツイキャスってなんか懐かしい感じがします。まあ月曜日の夜ですけども、久しぶりに月曜日の夜にやってるなまあそれぞれの生活の中でまあ良きところまで聞いていただいて、良き感じで聞いていただければなと思いますが、歌っていったりしますね。こういう感じか。うん。やりたいことと同じくらいにやりたくはないことも多くて、そんなギャップを埋める日々さ、 Anytime, Anywhere、 大人になってもそれは変わらず、いやむしろもっとギャップは増えて、あの頃に戻りたいとつぶやく、 Anytime, Anywhere、戻ったところでやるかといえば、きっとだらっとしてしまうんだろうな。君たちはどう？うまくやれてる？やりたいこと、やりたいことがなければそうだな、何でも端からやったらいいよ、経験が君を作ってゆくはずさ、 Anytime, Anywhere、 It is now or never、考える前に動き出そう、ありがとうと思ったら言葉にしよう、 It is now for never、 恥ずかしがってたらもったいない、好きな人には好きと伝えよう、
あ、今帰ってるんすね。お疲れ様です。勉強だって言え、部活だって、恋愛だって、遊ぶことだって、今しかないぜ、やるしかないぜ、 Anytime Anywhere。大人になったらやりたくたって、できないことがどんどん増えて、やっておけばよかったなんて思いたくはないだろう。それでもなんだかやる気が起きない、そんな日もきっとあるはずだけど、だからってサボるのはなしにしようよ、もったいないよ。嫌なことだって我慢してやる、その練習だと思えばいいよ。ポジティブな考えが明日を作る。 Anytime Anywhere。 It is now for never。 考える前に動き出そう、ありがとうと思ったら言葉にしよう。 It is now for never。しがってたらもったいない、好きな人には好きと伝えよう。わーって、ありがとうございます。沼地さんもありがとうございます。 It is now for never。考える前に動き出そう、ありがとうと思ったら言葉にしよう。 It is now for never。 恥ずかしがってたらもったいない、好きな人には好きと伝えよう。 It is now for never。ありがとうございます。 Anytime Anywhere という曲をお届けしました。改めましてこんばんは。10月の17日、地下室からお届けしております、藤原です。久しぶりにツイキャスやっております。ありがとうございます。そっか、仕事終わりの人、今日僕休みなんですけども、仕事終わりの人もいれば、わーって言ってくれる人もいれば、よき声って言ってくれる人もいれば、ありがとうございます。コインいただいておりますので、久しぶりに1時間目いっぱい、週の始まり、みんながみんなで頑張っていけるように。なんかわかんない、すごい面白くなってきちゃった。こういう風にやってましたね、毎週みんなで頑張っていけるように、この1時間も、頑張って参りたいなと思うわけですけども、サッカーは見ますか皆さん。天皇杯のニュースは見ましたか。ヴァンフォーレ甲府という、山梨、僕の地元の山梨の、プロサッカーチームですね。ヴァンフォーレ甲府が天皇杯優勝しまして、これはすごいことですよ、マジで。これは本当にすごいことだなと思うわけです。だって J2 だなんですよ、 J2 の18位とかなんですよ。決して成績がもともといいチームではない、そんな中で、天皇杯いつも出てるのは知ってたんですけど、なかなか結果出てなかったんですが、まさか優勝するとはっていう、
サンフレッチェ広島を下し、これは本当にすごいことだなって思って、あの試合は見れなかったんですけど、仕事で、もう感動しています、非常に。うん、でまあ、なんでそんな話をしたかというと、ヴァンフォーレ甲府を応援したいなという気持ちで作った曲が僕にはありまして、これは2014年ぐらいに作った曲ですね。2014年といえば何でしょうか。もう8年前ですね。8年前っていうことは、私は26歳だった時ですね。違うわ。あ、いや、そうだ、そうです。そうだっす。そうですね、6歳だったっすね。その頃にこう、まあ、山梨のことをいろいろ思いながら作った曲がいっぱいあって、その中の一つにそのヴァンフォーレ甲府を応援する曲、自分の中で作ってて、それを歌ってみようかなと思って、今日は歌えるかなっていう気持ちもあるんですけども、いけるかな、やってみるか。今何人ぐらい、今9人見てんのか。9人じゃねえか、9人のうち1人は自分ですね、自分で見てるから。
響く始まりの笛。泥だらけだって構わないのさ、ここではない次のステージへ。まとわりつくものは振り払ってゆくんだ。近道なんてありはしない。もっと遠いところへ終わらない夢。成功のイメージを描き出すんだ。そこにはがいるから、誰でもない自分で、とびきりの今を掴むんだ。話はしないよ、走り続けるため。初めからうまくはいかないものだから、何回だって今を塗り替えてくのさ。溢れ出す夢、僕らのフィールドを青く光って見えるのは、そうみんながいるから、確かめたい未来を僕らの手で。チャンスは逃しはしないよ、走り続けるため。走るのは君がいるからという曲をお届けしました。ありがとうございます。通りすがりの中継 NPO さん、こんばんは。ありがとうございます。走るのは君がいるからという曲をお届けしました。ありがとうございます。覚えているような、覚えてないような。おあいこさん、こんばんは。こんばんちは。久しぶりです。ありがとうございます。暑くなってきた。ちょっと暑くなってきましたね。ちょっと腕だけめくっとくか。元気してましたか。久しぶりにツイキャスを使って配信をしています。最近は YouTube ライブでやったりとか、不定期ですけどね、 YouTube ライブでやったりとか、あとはちょいちょいインスタライブしたりとかしててっていう感じなんですけど、ちょっと久しぶりにツイキャスに戻ってきてみようかなと思って戻ってまいりました。で、まあ、やろうかなと思ってというか、ちょっと設定変えなきゃと思っていろいろ設定変えてたりとかしてたんですけど、結構やっぱ
変わってるんですね。進化してますね。ただいま。あ、ただいま。進化してて、いじるとこ変わってたりとかしてて、使い方わかんなくなっちゃってて、どこ見てればいいんだっけっていうのもあるし、今何人見てくれてんのかなとかって、どこに出てたんだっけなとか、あ、コインいるんだったなとか、あと本当に、まあ、さっきも言ったんですけど、すげえびっくりしたのが YouTube にこのまま録画したやつ、アーカイブしてるやつを YouTube に直で連携してアップロードできるっていう、これは本当すげえなと思いましたね。すごいじゃないと思って、なんか動画取り出してとか自分で録画してそれをアップロードしなきゃあれかなと思って、そういう準備もしようかなと思ってたんですけど、そんなことせずに上げてくれるんだと思って、すごいよね。でもきっと YouTube に上がるときにはコメントとかが拾われないのも悲しいよなと思って、今こうやってコメントを出してるわけです、自分で。コメント見てる人はコメントかぶっちゃってる人もいると思うんですけど、そこはもう上手にやってください。字ちっちゃいかったりとかするかもしれないですけど、これでもな、 YouTube にアップしたところでこの字じゃ見えないってことだよね、結局ね。この感じじゃきっとスマホで見る人にとってはコメントなんか見えねえぞっていう感じですよね。ちょっといじってみるか、マジで今更ですけど。でもやってみなきゃ分かんなかったんだよな。どうすっか。こうすっか。見やすくなったかな。こんぐらいの方がいいのかな。そんなに僕のツイキャス、コメント出てくるわけじゃないですし皆さん次第ですけどこんぐらいの感じでもいいのか。別にスマホで見てるとこれぐらいだと読めるのかな。読めるような読めないようなっすね。読めるような読めないようなっていう感じですね。まあいいか、とりあえずあんまり字の画質が良くないですね。バンフォーレ優勝しても準優勝チームに山梨出身選手がいるのは少し複雑。まあそういうのもありますよね。まあそういうのもありますけども、やっぱでも自分の出身の県のチームって考えたら嬉しいは嬉しいですよ。山梨出身の選手は選手で、あのいろんな場所で活躍してくれたら嬉しいですよ、それはそれで。なんかもっとコメント見やすくなんねえのかなちょっとこれは考えます。今やることじゃない考えます。でもこれぐらいの方が今んとこはいいのかな。後々残ったと、動画が残ったってことを考えた時にはこれぐらいの感じの方がいいかな。すごいコメント流れちゃったらあれだけど、そんなこともないでしょう。あ、30分経ちましたね。ありがとうございます。コインのおかげで残り30分となりました。配信が延長されました。ありがとうございます。ありがたや。なんか分かんなくなっちゃった。おや、しばしお待ち。あれ
続いてるよね。なんか分かんなくなってきた、自分の使い方が。これでいいんだよね。こうか。オッケー。東京は雨降ってますけど、皆さんのところはどうですか。どうですかね。秋めいてきましたね。秋めいてきましたね。この間ちょっと古いやつ曲やったんだよね。おさらいするか。おさらいしようかな。いけるかな。どこだったっけ。やってみるか。夜が少し寒くなったな、肌寒い。ここは東京、終わらせたい。今日があって盛んちゅうはい、一人で歩いた。ちょっともう一回最初からやっていいっすか。失敗してた。夜が少し寒くなったな、肌寒い。ここは東京、終わらせたい。今日があって盛んちゅうはい、一人で歩いた。変わらない、明日に僕はあてもなく、光をぶつけて帰りたくない。部屋については仕方なく明かりを灯した。こうか。夜が少し寂しくなったな、一声
小石、ここは東京、困らせたい君がいてさ、何十回と二人で泣いた。終わらない暑さに僕らはアスファルト、乾きをぶつけて知りたくないことについては知らないふりを努めた。夜は短し、歩けよ乙女、読み返しては重ねた君、何度目か四畳半の隅、天井のシミ、数えるのやめて月を探した。それだけで僕は人生に誰かの指先目を回し、鈴のような鳴き声でこの世界を変えようとした。夜は短し、今日も生きるのだ、聞き返しては塞いだ耳、何度目か予想以上に今日も生きているのさ、数えるのやめて月を目指した。それだけで僕は夜が少し寒くなったな、肌寒い、ここは東京、終わらせたい。今日があってさ、缶チューハイ、一人で歩いた。バンカという曲をお届けしました。ありがとうございます。ちょっとふわっとしちゃったな、やったはずなのに。ちょっと前にだったかな分かんなくなっちゃった。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとまあ秋に向かっていくような曲を歌ってみようかなと思ってチョイスしてみました。ちょっとツイキャスをまたツイキャスでやっていこうかなと思ってきています。私何が見やすいんですかね、みんなね。まあタイミングにもよるよね。いろいろあるよね。
かカバーやろうかなと思ったんですけど、何がいいかしら。何か聞きたいのってありますか？あ、いいですよ。で、いけるやつだったらやってみますけど。あんまり自分の中でこう明確な方向性が今決まってないので、もし何かあれば。早い者勝ちみたいになっちゃうんですけど。エンタメニューヤーが好き、ありがとうございます。じゃあ実は1曲目に歌ってましたが、もう一回歌いますね。いいですよ、せっかくリクエストしてくださったんで。録画見返すと2回歌ってると思います。全然いいっす。全然大丈夫です。大丈夫っていうか嬉しいです。 ありがとうございます。やりたいことと同じくらいにやりたくはないことも多くて、そんなギャップを埋める日々さ。 Anytime Anywhere、大人になってもそれは変わらず、いやむしろもっとギャップは増えて、あの頃に戻りたいとつぶやく。 Anytime Anywhere、 戻ったところでやるかといえばきっとだらっとしてしまうんだろうな。君たちはどう、うまくやれてる？やりたいこと、やりたいことがなければそうだな、何でも端からやったらいいよ。経験が君を作ってゆくはずさ。 Anytime Anywhere、 It is now or never、 考える前に動き出そう、ありがとうと思ったら言葉にしよう。 It is now or never、恥ずかしがってたらもったいない、好きな人には好きと伝えよう。何回聞いてもいいですからね、こういうのは。今しかないですから。あ、マジっすか。え、誰？勉強だって言え、部活だって、恋愛だって、遊ぶことだって、今しかないぜ、やるしかないぜ。 Anytime Anywhere、 大人になったらやりたくたって、できないことがどんどん増えて、やっておけばよかったなんて思いたくはないだろう。それでもなんだかやる気が起きない、そんな日もきっとあるはずだけど、だからってサボるのはなしにしようよ、もったいないよ。嫌なことだって我慢してやる、その練習だと思えばいいよ。ポジティブな考えが明日を作る。 Anytime Anywhere、 It is now or never、 考える前に動き出そう、ありがとうと思ったら言葉にしよう。 It is now or never、違ってたらもったいない、好きな人には好きと伝えよう。It is now or never、考える前に動き出そう、ありがとうと思ったら言葉にしよう。It's now or never、 恥ず
かしがってたらもったいない。好きな人には好きと伝えよう。 It is now for never。 It is now for never。 Anytime anywhere、 Anytime anywhere、 Anytime anywhere、Anytime, anywhere, a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 nytime, anywhere。Anytime, anywhere でした。ありがとうございます。ああすごいっすね。2013年、え、10年前とかだね。あ、え、とんでもないっす。ありがとうございます。やっと見つけて、ツイッターとかフォローしてくれてた、あ、フォローしてくれた方っすかね。2013年に聞いた、甲府の路上とかですかね。すごいね、こういう時代だからこそ巡り巡って戻ってきたんだろうね、こうやってね。でまた出会えたんでしょうね。すごいですね。違った、渋谷のループでした。マジっすか。マジ今もうないっすからね。え、マジっすか。あ、やっと見つけてってなんだろう、どういうこと。なんかその時にお話とかはしてないですかね。お話とかしてたら覚えてるかもしれない。すごいっすね。あ、あの、またせっかく出会えたので、その時の CD を発掘しました。あ、マジっすか。2013年の渋谷ループですね。ちょっと思い、その時のノートとかあるかもしれないので、僕自分の遡ってみます。マジか。あ、タイのスロール場所とかは時間的に、あ、まだ微妙だな。渋谷のループか。2013年の渋谷のループって、うん、結構出てた時期だ。結構とか、かなり出てた時期ですね。時間的にちょっと声出なくなってきちゃうんですよね。4月5日、すごいですねすごい。あ、でも CD もし買ってくださってるんだったら CD にあれですもんね、サインして日付とか入れてますもんね。わあ、マジか。場所に僕らはまた帰ろう。夕焼
焼け小焼けのチャイムが僕を包んだ。本当のことはできれば聞きたくないけど、だけどちゃんと感じてたんだ。どんな気持ちもなくさないように。やばい、コードが忘れてる。でもいいさ、人持ってた。風立ちぬ空を見上げていた。あの日のままはそれだけなのか。僕は戻りたい、だけど戻らない。また帰ろう。朝焼け色した電車が僕を運んだ。本当のことはなるべく言いたくないけど、だけどちゃんと伝えてたんだ。どんな気持ちもなくなる前に太陽の座る場所でした。ありがとうございます。思い出した思い出しました。行動よくこんなの作ったなって思いました、自分で。じゃあ時間も時間なので、あと5分ぐらいしかないので最後の曲にしたいと思います。いろんなことに思いを馳せながらまたここに戻ってきました。またやりますので、ぜひお会いできたら嬉しいです。2013年の頃の俺と、もう見た目全然違くないですか。まあいいか。ワンツーで。別人だよね。気まぐれな空の音、拾い集めて繋ぎ合わせたて。季節外れの通り雨、二人で一つ傘さし歩いた道。僕が歌うこの歌に合わせ踊る雨粒が、
自分を思い出せ。グラウンドに染み込んだ夏の匂い忘れてしまったけど、ぽっかり空いたビルの隙間、なぜか少し寂しくて、交差点咲いた傘の花が甘く色づく。いけるかな。ドレミファソラシドのリズムで花が咲く、僕は枯れないように水をやろう、また季節が移ろうとも。短くする。忘れかけていた君の笑顔、今なら言えるよ、たった一言愛してると。ドレミファソラシド、ございました。ちょっと余裕が出余裕ちょっと焦っちゃったっすねすごい時間ぴったりで行きたかったですけど、あと30秒ぐらい余っちゃいました。というわけで、久々のツイキャスっていう感じでしたけども、またちょっと定期的にできるように、でちょっとこうツイキャスという媒体を使ってまた配信はやっていきたいなと思ってますので、またお会いできたら嬉しいです。これを懐かしいと思わないようにしたいですね。また